日本松バイパスは福島県日本松市にある国道4号のバイパス道路。この項では後から完成した東バイパスの南側に連続して接続する改良区間である杉高区福についても述べる。日本松バイパス、日本松市街地を迂回するために建設され、1972年に完成した。 終点付近は旧道を拡幅した区間で、残り杉田町三丁目江ノ木戸の区間は新たにバイパスとして建設された。現在の福島県道355号、須賀川日本松線の一部区間が旧道にあたる。旧道接続部はハーフインターチェンジのような構造となっており、国道459号と接続する歌舞伎ミニインターは一般的なオーバーパス。 羽石ランプはトランペット型のインターチェンジのような構造と一部は高規格に作られている。杉田拡幅は日本松バイパスの南側に接続する国道4号の改良区間。市内住吉の足立郡大玉村境界付近から日本松バイパス起点の市内杉田町3丁目までの 1.6km の区間である。拡幅前は 終点部の車線減少部での追突事故の多発や、最長2 5トルに及ぶ渋滞の発生、途中かかる超名橋が老朽化していたという問題点があり、1983年に事業着手された。2000年3月に終点側3 0 0ルが4車線化され、2002年4月に残り1 3トルが完成した。あとに、 南側で接続する本宮各福区間が完成することで、須賀川市立郡郡町まで一体的な片側に、車線の路線が出来上がった。ありがとうございます。